頼む。あんま戻さないでくれ。ローディング中です。ライフね、まあ少ないっちゃ少ないかな。そんなに敵自体がいないんで、バランスとしては悪くないんですけど。ここはどこだ？ここはどこだ？ちょっと待って。あー、わかったわかった。まあかな。そんな戻されてはいない。優しいわ。ああ、全然優しいわ。これだったらまあいいです。無慈悲にステージの外連れ出されたかなと思ったけど、そんなことはなかった。これで、こう来ての、こうで、これか。もう一回だな。ああ、ちょっと、焦った。こうで、これ怖いよね。で、こうでしょ。戻して、オッケー。戻しは成功。これが、あー、ちょっと、失敗しがちなんだよな。タイミングが悪いのかな。戻せるし、いや、高くついた方がいい。はい、もうやらん。危険な遊びはしない。ついて、もう終わりにしろ、きっと。いや、そんなこともなかったぜ。とはいえ、そろそろ見えてくるはず。え、これはどっから？これか。敵を倒しても出さなくてもどっちでもいいんで。よし。ここは壁かな？つけた。いや、本当にアスレチックですね、今日は。どこだー？あ、あれか。こうだよね。こうで、ちょっと待って、今なんか、さあ行けよみたいな、幕ですの。出てるな。はい。アクロバティックだなー。すごいすごい。無理やりやって、すーぎー、そこやねん。ここかい。あー、ちょっと 痛いわ。 よかった。まあ優しいけどさ、こういうとこやっぱ。あー、優しいな。戻してくれるんだな、ちゃんと。ただあんまりやってもいられないぞ、これも。で、てか長いよね、ここ。一回さ、このアルプスなんちゃらっていうステージ入ってからさ、ずっと続いてんでしょ、これ。あれだよね、なんかホルン吹いてからまだ一個も新しくピースというか、砂時計追加されてないもんね。ロングコースだな。やっさ。なんだ、お前なんだよ。知らねえよ、お前。そんなもん、お前なんか知らん。やっぱ爆発やつか。なんだこいつ、復活すんのか。いや。コッパンビリにしないとダメじゃない？大丈夫。ハートを回収しましょう。リフトを待ちます。飲みます。お前は何なんだよ。痛い。攻撃者はさすがにダメか。あ、撃つ。危ない。やばいな、これ。なんだよ、マリオ64のチックタックロックかな。チックタックロックとレインボークルーザー合わせたみたいなステージですね。やばいね。チックタックロック？あ、いいのか。あ、大丈夫。まあね、カチコチな森とぐっちゃになって、それは違うだろうと思ったけど、そうですね、合ってましたね。
パートは残しておきましょう。いやー、高え。あれ、このタワー見た目以上に高くない？いや、もうちょっとなんかちっちゃいと思ったんだけど、敵はまあ別にどうでもいいです。あー、つけるかなー。無理やり来たね。オッケー。次。どうよ。オッケー。足は小さい。勇気を持って。これも勇気を持って。次。よっしゃー。あーガッツが足りない。まあ、敵はいいんです。これでつけるか。オッケー、つけた。ここ飛び込みましょう。いや、大丈夫。ここだね。ここが難しいんだった。こうやって、2回目。ここはそうだね。高さも利用して、頂点から。ちょっと待って。いい機会だから。あれか。もうちょいだな。さすがに視界には入った。お前はいいんだが、ちょっと、若干稼ぎそうでやるんだ。よし。大丈夫か？チェックポイント。あー。ありがとう、チェックポイント。愛してる。このままいっちゃいましょう。視点がちょっと変わった。これはあれだな。マリオ64の、最後のクッパーみたいな感じだった。今、リフトの感じが。おぉ、ちょ。これは、袋。あれだ、ゾーンの小袋。よし。袋の中身は知らないんですけど。どこ？あれ？ちょっと乗れた。これか。見えたぞ。見えたぞ。まだ一文字がありそうだな。乗った方がいいか。オッケー、たどり着いた。高えよ。マジか、すげえな。これか。いただきまーす。長いっすね。風車を攻略した。はい、僕の録画した時間が、まあ、カットを含めてると思うんですけど35分超えてるんで相当長かった。え、何ん、おや、お話はまだ続くのか。で、ちょっと戻ってきました。なんか話して。同じ話だ。あれ？なんか、だいたいさ、一回毎回話したら、毎回あれ、入手したら、終わりってなるんだけど、今日終わんないね。こんなことあるのか。まあ、メニューから出ることはきっとできるんですが、せっかくならちょっと歩きますか。行ってない方向も行ってみるかい。バッチ屋さんですね。なんかこれ、大仏寺壁にぶつからない。大仏寺壁にぶつからない。これを。Thank you。それはいいとして、新たな目標を探しますか。まあ行ってないとこ行きますか。なんか不思議ですね。これ続くんだって感じで。乗れます。これ乗って、あー、ダメじゃない。
あれかな、何か足場が出るタイミングがあってっていう感じかな。時間差？ちょ、なんかずるくない？俺が近づいたら落ちてる気がする。いけないのかな？いや、時間差か？ちょっと待ちます。あ、大丈夫。わからん。ちょっと一回、ラスト一回にします。これでうまくいかなかったら、さすがにやめます。なんかあると思うんで。なんもないか。あー、ダメじゃん。え？ダメだな。うん、わからない。行きましょう。帰る。わからんときはわからんので。よし。ヤギ村に戻ってきた。こっちなんか行ってなさそうだよな。めっちゃ壊しそうだな。壊すか。バード分岐と、はい。バードハウス。はい。ちょ。あ、大丈夫だ。びっくりした。死ぬかと思った。光るものがね、もらいましょう。焼きの星。よかったな。あっぶな。え？下にめっちゃ取ってみたいなやつがあるんだけど、一回押していいですか？ほーん。なんだ。見たい方向に向かっていくんだぞと。でもまだ一個しかないですね。なんか生活しにくいと思うんですよね、こんなね。村というかね。よいしょ。よし、またホルン吹きますか。今回は外に出ないでいろいろ攻略していくんですね。ストリートアタックでなんとかして、へえ。どういうこと？まあそうだな。キーをちゃんと入れておかないとな。つらいな。あれ、キーなんか変わる？うん、まあこれ OK。こういう時は利用させていただきましょう。オッケー、チェックポイント。アセチクだな、今日も。はあ。ホルンね、オッケー。行きます。これで分岐路一つ増加。では、ポケミよく落ちますか。ダメは特にないです。入れません。で、分岐できたのはどこだ？ここだよ。
お、めっちゃ光ってる。やばい輝き方してるところがあるんで、そこ行きましょう。となると、一度、戻ってからですね。こうなる。こっちこっち、よし。お、なんか今見えたな。お、イエローバンドもか。高い。登っていきますか。目的地を確認しますが、うん、行き、あるみたいですね。目標はできればあれ取りたいなと思うんですけど、やかましいわ。どっかな、あれ。OK。OK だと思ったんだけどな、ちょっとずれましたね。意外と変なことしなくてもいい時もあるから、うん。ナイス。あ、移動手段は。OK。バードハウスはもうすぐだな。OK。なるほど。おお。破壊便利ですね。示してくれるものがあるので少し行きますか。おー、アイジェッツァ。メイン目標はちょっと確認します。あれか、あー、ほんま、あー、アイテムもまああるわ。おお、ちょっと待って、足が少ない。どこやねんこの状態でさ、薬品使える？使えないでしょ。あ、使えるね。ナイス、やるやん。助けてー戻らない。まあ、しょうがないか。これどっちが正規ルート？よくわからん。はい、ちょっとね、だいぶ落ちたりを繰り返しながら、行き先を探しております。あれ？破壊できるかな？ちょっと角度違う？なんか、うまくいけばいけそう。角度を合わせて、軸を合わせて、やっぱ上に当たるな。まあ、まあ気にしなくてもいいか。しかもマジどっちだろう。あれ、あそこに行ってもしゃあないよな。なんなんだろう、あれ。いや、ちょっと足りない。もしくはこれってこっから行ける？オッケー。ナイス。まあいいんじゃないか、角度的にもこれ。新ルート模索してたところなんで助かる。で、あ、まあ、いいんじゃね？おぉ、鳥かごみたいな感じですね。さあ、あと一押しかなと思ったけど、雰囲気がすごいですね。あ、でも鳥の巣なんだな。なんか売ってくれ。Welcome, young. クールダウン、ビームか。ビームも出したいなと思うんですけど、クールダウンかな一回。イラスト可愛いですよね、これね。こっちあんまこだわってないんですが、これにしてまーす。これ何バッチだっけ。あ、服ちょっと甘いからね。そう。お、めっちゃ早い。いいじゃん、連打できるじゃん。ナイス。
There's a lot of really big structures up on these peaks. Why? What? Birds don't build. ちゅうわけで、今回はここの攻略かな。あいつ、やめなさい。あいつめんどくさいですね。おいっす。ナイス。爆発物は最強ですね。卵はあれか。よし。はあ。結構敵がいますね。ナイス。登っていきましょう。あ、意外と早いんじゃない今回は。おお、ちょっと意外と早いなと思って、なんか多いぞ。お前は嫌だな。段差を利用するぜ。なんかあるが、意外といけます。さすがにきついね。てくんなべ。お、ラッキー。ゲッツして、ほらほら。ちょっと待って、なんだあれ。それはいいんだが、まだまだたどり着けはしないか。ハードはもう残しておきたいから行きましょう。おい、ちょ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 い。まああいつはちょっと離れてしまうしかないかな。残骸残るの怖いですよね。いや、ちょっと危ない。戻すな。え、隠れてんのか。うん、で、落下は痛いんだよな、ここで。あー、ちょっと待って、こう、声でいいんだ。ゆざってる、これ。目的地の最終攻略地の自己主張はとてもいいんですが、そんな簡単にたどり着ける気もしねえ。やめなさい。いろいろルートがあるんだな。まあでもこっちでしょう。あー、ちょっとお前。こうではない。気合であそこ行ける。ちょっと行ってみるか。いや、まず最初に、いや、さすがに無理だ。男やねん。ちょっと待って、ちょっと落ちないで。か、結構戻されたな。今度は素直に行こう。乗って乗って、次はここ。さあ、目前まで来ましたが、果たしてこれで合っているのか。違うんじゃないかな。こっち側も行く価値あるか。おい、てい。突然来るな、あいつ。これで BGM は静かになったけどね。危ないなぁ。この高さだとシャレにならんのよね。あー、ちょっとヒート。しかもこれランダムでしょ。なんでこっからなの。さすがにつらいわ。はい、じゃあちょっと悔しい思いをしながら戻ってきました。ハートも減らせないんで、きついですね、ここら辺から。敵を倒している。あ、
あ、フックか。オッケー。オッケー、いいはずだ。これ、これ心配ない。ホルン。どうよ、なんか変わる？ほー、そうか。そもそもあいつがヤバそうなんだけど。はっ。さあ、どうよ。いやいやいや、すげえな。威圧感がやばい。いや、簡単に取らせてくれるわけもなさそうですけど。行くしかないですね。いいんですか？あ、いいんだ。そうですか。じゃあ、もらいます。あー、もらえない。もらえない。助けて。そう、最後の最後の。これ何？寝てるなんかな？鳥かな？まあ、あんま深く考えなくてもいいでしょうか。ちょっと一線交えるかなと思って、さすがにそれはなかったか。常にポンポン跳ねるんで、頂点とね、頂点をちょっとちゃんと取って、ここで。はい、痛かったね。で、バーガーハウスこれで攻略です。これ何なんだろうな。なんか攻略するたびにこういうワンシーンが入って、なんかどんどん変わっていきますね。はい、じゃあまた初めに戻りました。まあ別にここからね、ハブに戻ることもできるんですけれども、まあいいところかな。メインがあと1個だから、何かあと1個やれば済むかもしれませんけど、まあちょうどいいので今日ここで終わりましょう。というわけで、今回はね、このアルプスなんだっけ？アルプススカイラインか。わりかしね、アスレチックステージの複合系みたいな感じでね、歯応えがなかなかあって楽しかったです。じゃあその感じで、お、お、なになになに？なんか今、頭の上になんか乗ってってたよね。まあ、こんなね、可愛い主人公が主役の作品なんですけれども、難易度はね、ちょうどいいかなと思いますね。簡単すぎないし、アスレチック面とかもね、難しいところもあるんですが、戻しのタイミングというか、チェックポイントの作り方もすごいいいので、多少ね、やっぱ位置的にはどうしても戻ってしまう時とかもあるんですけど、そんなにイライラすることもないかなと思います。じゃあまたこれもね、やるかもしれませんけど、今日はこれでおしまいです。まあ時間的に多分2回に分けたと思うんですけど、ご視聴いただきありがとうございました。戻しのシーンとかね、うまくカットしてるとは思うんですけど、残ったらすいません。じゃあまたよかったらこの動画で見てください。それなら。